こんにちは、金丸ツリングの石田です。私は今、お笑いサンビーチに来ております。ですね、お笑いサンビーチのこちらですね、駐車場なんですけども、そちらのところにはですね、燃えるゴミとか燃えないゴミっていう形で、こういう形で分別されてるんですね。なので、まあ、やはりこういう形で分別されてるのでね、気持ちよい、こういった海岸が、綺麗な海岸が守られているということですね。ゴミを、まあ、持ち帰る、もしくは出すんであれば、このような形で、出すということですね。を徹底するとより良い、お笑い海岸、お笑いサンビーチとなるのかなと思いました。